てくん、こんばんは。今12名見てくれてますよ。242名 ?12 名です。結構見とるの。みんな存じてるのかな。こんなくだり。もう始まります?存じてる。あと4名。存じ上げない。I am we.なんか眼球ついてるけど耳に。眼球こっちに冷やす。あ、これは白い玉がついてる。イヤリング、イヤリング、イヤリング。あと20。こっちより眼球って何だろう。白身とか言わなかった。白いビー玉言ったことない。言ったことないですか、バラさん。あ、言うかも。白いビー玉、白身っていうか、へぇ、はい、初めて聞いた。5、4、3。とうとう開けてしまいましたね。FM ギノワンのパンドラの箱。さあ今週も始まりました。皆さんこんばんは。元気ですか？私は元気です。ひょんなことから映像制作会社 AVIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティ、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒタミンと高見とサンチェスの全員出勤でお送りいたします。はい、久しぶりですね。第121回1月25日のメッセージテーマは大人の階段。いいね。大人の階段登りましたか？どんな時に大人だなと思いましたか、などの皆さんのテーマトークだけではなく、その他のメールやコメントも募集しておりますよ。7時15分頃にはスポンサー紹介、はい、今週もお得情報や裏話が満載です。はい、7時40分頃の月1コーナーは、あ、今日はなしになりますね。なしです。なしで、存じてます。トークで、はい、存じてます。存じてます。存じ上げてます。存じ上げてます。はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞と、最後までお楽しみが満載です。はい、番組へのコメント、リクエスト、感想はメールアドレス avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。はい、またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリッスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは fmginowan のホームページをご覧ください。この番組はビデオダビングってビデオダビングからテレビコマーシャルです大丈夫か高見。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。はい、それでは AVIC ラジオスタートです。さあ皆さんこんばんは。始まっちゃいました、 AVIC の AVIC ラジオ。はい、久々の全員出勤でお送りしたいと思います。本当によかったよかった。元気ですか皆さん。はい、選手はね、やっとこさん、すいません、ね、舞台のあれで休ませてもらいました。うん、あ、休んだ、うん、あ、そっか、俺と人もいなかったね。うん、そうですね、そうですね。見ました、先週のカラオケのテーマ。見ました。ちょっと見た。まあまあ見なくていいんですけどジェスチャーでね、ひどかったですけどね、テンションの。
ャプテンいなかったらちょっと厳しかったです、だってそんなにカラオケ自分行かないですし、うん、でカラオケじゃバナナさん好きですけど、うん、体調悪いっていう、うん、もうほんとひどいですよ ね、 そうだね、だってカラオケのテーマなのに声ダメにしてるから全然ね全然ダメやし意味がわからない、静かな、うん、元も子もないやもん、そうですよ、天気も暗くて、そうそう、うん、でも1時間持ったのすごいよ ね、 ね、頑張ったね、いやメールめっちゃ来たんですよね、あれはありがたかった、十何通、十弱ぐらい来て、ありがとうございます、リスナーの皆様助かってますよ、いえいえ、高見さ最初大丈夫だった、最初ですか、テイクレはちゃんと読まないといけないです本当は、そうだよマジな話だから真剣にやったのに茶化すからじゃあさ、いやベロまでパーマかけただろう、うるさいな、あ、ないない、パーマかけてるんだ、そう高見がパーマを当ててるんですよ、色気づいちゃったよ、そうですよ、なんでどうしたのねえなんかねえって鼻の下、ねえ鼻の下描いてるってことは、でもちょっと俺と被らない、ね、なんか、うん、あ、ほんとだ、でしょ、チリチリしとる、大丈夫ですよ、だってこっちはド変態で、うん、こっちはもうなんかまだ真面目で大丈夫ですか、自分で言うんだ、うん、なんかマザーだからね、存じてるか存じてないかのどっちかぐらい、そうだね、どっちかって言えば存じてる方と、うん、そうそうそう、存じてない、うん、そう、存じてる存じてないのくだりはさ、多分ツイキャス見てないと分かんない、そうね、ちょっとさっきこれハマっちゃったんですけど、うん、よく分かんないよ、キャプテンがこの今流れてる曲って誰のですかって僕が聞いたら、うん、あ、ちょっと存じ上げないですって言ったのがすごいかっこよくて、うん、これをスッて言えるのがいいねってなって、うん、さっきから存じてる存じてないをちょっと言い始めてるっていうねこれを言うとキャプテンをいじってる感じになっちゃうからやめようか、いじってるわけじゃないよ、違う、使い方2人が間違ってるからキャプテンをいじってる風になってるけど、そう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 なのよ、使ってるから、大丈夫、鼻水存じてるけど、うるさいな、それ存じていい、それ存じていい、違うから、こういう使い方ではないんだ、そうそう、それを存じて存じていい、うん、難しいな、存じるって、じゃあ存じるって何すか、テーマ違うから、あ、そっか、大人の階段皆さん登りましたか、はい、存じてます、 100% これ下ネタやし、このテーマトーク違いますよ、そこ行くと思ったよ絶対、だってそうやん、違いますよ、俺全然その方向思いつかなかったですよ、なぜなら、うん、膨らまないなと思ってそこに行ったらだって、はい、うまいね、ありがとう、ありがとう、存じてるね、いいな、間違ってるんだ、ひとみんはじゃあちなみに何で一番大人の階段登ったなって思うんですか、何段ぐらい、こう、あ、急で、急、いいな、急な、急段、ごめんなさい急段行った、いやだってこの男だったらこのテーマがになりやすいというか、うん、やっぱりね初めて大人の階段登った話になりやすいんですけど、うん、女性側のひとみんだったらやっぱりどんな感じのね、例えばお酒飲めるようになったとか、うん、ね、かわいいな、一人暮らしやるようになったとかいろいろあるじゃないですか、それあるな、私月並みだけどね、うん、大阪行って、うん、初めて自分お家借りるっつってね、はいはい、契約一人でやった時に、はいはい、あ、大人の階段登ってるっていう感じした、全部自分で、うん、お金ね払って出して、うん、って感じね、そう、全部書類も用意してで、ね、入居した日、はいはい、あ、なんかもう大人だな、私大人だわって、うん、思った思った、その後何したの、いやいやいや、やめとけ、入居した後何したの、え、入居してから何した何したって、その家で何をしたんだ普通に過ごしてましたよ、普通に過ごしたか、うん、かわいい、連れ込むよ話はお下水 なお、あなたが持ってったから俺が言ったんだよ、ひとみんの代わりにごめんね、じゃあその前にさ、うんうん、舞台来てくれてありがとう、あ、いやいやい や, いや楽しかったです、うん、言ってないだろ、おいおい、来てない来てない、よかったね、キャッツアイすごかったっすね、存じ上げてないよ、あんな大きい猫がね、縦横無尽に出てないけどさがっつりペット使ったの、どうやって調教した、そのままの猫を使うっていうね、うん、一番喋ってるサンチェスさんが、うん、すいません、二日酔いでこれもあったっていう、完全なる二日酔いでこれ運転する飲酒になるしね、いやいやいや、危ないでしょ、全然大人じゃないさ、遅刻ってひど、遅刻どころかさドタキャンだから、ね、ダメですよ、いやひどい、でもあれはさ二日酔いで見たらきついはず、うん、多分履いてたな俺、そうそうそう、きつかったはず、多分バナさんも病み上がりで、うん、来てくださって、うん、お見送りの時に出てきたバナさん、うん、めっちゃ顔色悪いのゲストリしてるっていうねそうですよ、なんか咳込みすぎてあばらが痛かったんです、あばらか今まだ痛いんですけど、折れてんじゃないですかそれ、うん、肋骨存じてますね、完全に存じてるね、完全に存じてる、絶対存じてる、2,3 本存じてる、うん、2,3 本弱その上にその上にね、舞台、うん、結構コメディだったので、うん、終始笑いがね、うん、あ、じゃあもう肋骨やばかったはずね、きつかったんじゃないですか、もういいよ薬存じて飲んで煎じて飲んでみたいになってるけどあ、ごめんなさい、どんな感じの舞台だったの、あ、どうでした、見て、ちょっと見て、うん、いや、あなたは、あ、俺違うかすいません、すいません、どんなだったんですか、いやくだらなさが全開の、あ、大好きこういうの、うん、そう、サンチェスさん絶対好きです、ね、うん、好きそう、ベテランさんが馬鹿、うん、してるんですよ、うん、舞台上で、うん、
若しい演技を真剣にやるんですよ。赤木さんも着てたでしょ、タイツ。そうです。ね、うん、あんなのやるんだ、全身のやつ。もう本当にいいな、ひとみん、もうなんか女性二人出てたじゃないですか、あの刑事役のこと、うん、多分ひとみんその役も多分できるんじゃないかなと思って、結構ちょっと影があるというか、二重人格っていうんですか、ああいうの。そうね、なんかちょっとね、そうだね、うん、変わってる役ではない。そうそう、そういうのなんかひとみんさん、そういうのも多分同じ役多分できただろうなと思って、うん、やりたかった。あれ大役やった時めちゃくちゃ楽しくて、うん、ね、結構叫ぶ役、うん、そう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 、うん、蜂の巣にしてやろうかとかね、いうやつになって老人形にしてやろうかみたいな感じだよ、蜂の巣にしてやろうか。まあそんな感じの舞台でした。まあ見に来て、ね、いただいた方にはちょっと伝わる話、うん、まあね、もうあれはもうあれで終わりですか、もう年に1回ってことでしょ。そうなんです、新春はタイツでお芝居をしようって決めてる、うん、あのミラクルボディっていう、うん、あのまあ、劇団なんですよ。どんな劇団だベテランさん3人が組んでる、うん、あの劇団なんですけど、そこに私が今回あのどうした招いていただいて、どうしたのだか、あのバナさんの Facebook のコメント見ました。見たよ。それのなんであんな感想を書くんですか、ね、マジで。ひとみんの顔がめちゃくちゃ子供ですよね。めちゃくちゃ子供ですよ、ね、いやいやいや、見ましたあれ。見た見た見た。なんてコメントあったの、感想言えない。あ、言えないんだ。だって舞台の感想じゃないですよね、あれね。あの日付ね、タイツだから。もうなんか分かったわ。分かります。男の要は人それぞれなんだな、うん、みたいな、浮き上がる方で、はいはい、いや、うん、そんなこといらなくないですか。誰も。あのさ、私も思ってたけど言わなかったよ。ちょ、思ってるんだやっぱり。ほら思うんです皆さん。さ、どうしても目が行くわけ。俺のはこれは。いいわもう。ちょっと。俺のは。結構感想は存じないです。存じないか。博士チンチン泣くない。いいわ。それ言うの本当にいい。だからなんかあの、うん、ちゃんとさ、うん、博士役の白いタイツの人と、うん、あの京一さん役の黄色い人はあの演出の人ね、うん、はちゃんとあの下着を気を使って履いてたんですよ。なるほど。下着を気を使って。ティーバッグじゃないかなんか作ってましたね。そうそう、イタッとしたやつ。うんを着てたんですけど、うん、後の二人はなんかそうじゃなかったらしくて、うん、稽古中結構形が変わってたのなんか形が変わるってもうアドレナリンが出過ぎてみたいな。俺あんま覚えてないっすよ結局。最初だけ目に行ったけど別になんだ言うほどの感想じゃない。そんな気にはならないでしょ別に。じゃあね、バナさん目線がおかしいからさ。なんでだよ乱視だから。ひとみんの見に行ったひとみん良かったとか言うのかなと思う。なんでそこで触れた、その一行だけ触れて終わったの。日付変更戦の感想もこんな感じでした、うん、あれはひどかったっすね。1万点でしたっけ点数。あーアンケート、うん、アンケート、うんこと アートは紙一重のやつとかの感想が、うん、言えないですもん。そうだったっけ。へーえーって一応内容も芝だったのでしょうがないと思うんですけど、しゃあないわ。一番目立ってましたよ。いやいやいや、それは目立つよね。これうちのラジオの人なんですっていうひとみんの身にもなってください。そうだよね。バナさんが一番年上ですからちゃんと階段登ってくださいマジで。大人のしっかりしてくださいよ。そう考えると恥ずかしい。もうだってもうボケてるのがだって中2ぐらいだから発想が。まあこれが男性ですからね。一番以上ベテランのバナさん、大人の階段登ったやつなんかあります。ああ本当に月並みだけど、はい、月並み、おビールとかが美味しいなって思った時、はい、とかわさびとか、まあ、お酒ね、はいはい、薬味ね、薬味置きましょうね、うん、あありますね、うん、辛くないよみたいな、はいはい、辛くないよ俺辛くないよみたいな。そうそうそう、ウニ食べれた時そう思いました。ああ分かる分かる。最初漁港の味してよね、うん、漁港を全部口に入れたみたいな。漁港の味、漁港、富谷漁港を全部口に入れたみたいな。おかしいだろ、おかしい、ね、そうそう、それがいいです、牡蠣とかもね、うんうんうん、食べれるようになった。磯の香りがね、牡蠣ってエロいよね。以上エロいか。すいません。まあ美味しいですよ。サチさんは、はい、なんすか。大人の階段登ったな、大人の階段登ったなって思った瞬間、これはいい、本当は言いたい、俺はその話をしたいんだよ。でも言えないから、うん、モールス信号で全部言います、ね。言えるか。ツン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 って感じだった。めっちゃエロいさ。エロいでしょ。びっくりしてもん。でもこれが本当に、あ、俺登ったんだなと思った本当に。でも、うん、理想と現実ってやっぱ違いますよね。あ、それは一応違う、うん。これは本当に言いたい。言いたい。ああ。なんか理想っていうか。何今の。ああ。なんだ今の。何今の。おっさんみたいな。あ、あのさ、うん、大人、
まあそのさ、理想と現実が違うって思い出したんだけど、うん、あの初キス、初キスした時、あのあこれなんていうのかな、大人の階段登ったっていうよりも、なんていうのかな、このまあ登ってますよ。まあ ねそういうことになるよね。そうそうそう、扉開いたじゃないですけどね。2、3段ぐらいでしょ、キスって。何段かな、何段かそこまで考えたことはない。急に言ったけど、何段から。でもやっぱりさ、何段中初めてってさ、あのうまくいかないんだなと思った。歯当たったりしました。そうだね。向こうがなんか多分ね、カッコつけたかったんだろうね。バイバイって帰って、あーなるほど、帰った時に腕をねパッて引っ張られて、チュッてされたんですけど、私笑ってるから歯にガツってなっちゃったの。4針塗ったんですか。唇切れたの。ガツって噛まれたの、笑顔で。でもさ、初キスの概念っていつですか。ちっちゃい頃両親とするじゃないですか。あー、そういうのはもう恋愛の段階で初キスってこと。うんうん、そうでしょ。そうだね、そうじゃないですか、やっぱり。初キスね、思い出せねえよ。いつしたんだろう俺。知らんよ。いつしたっけ俺。俺に聞くな。ウィキペディアちょっと開いてみて。あるか。有名。モールス信号で教えてもらった。はい、ツイキャスコメントもたくさん来てもらって。なんすか。ほったらかしでしたね今。ありがとうマス。ポポー。意味わからん。ですね、初めましての方がいらしてるんですよ。いらっしゃいませ。はい。タイゴさんから。タイゴさんから。初めナマステ。ナマステ。はい、あれ行きましょうか。行きましょう。はい。初めてなの？わお、サプライズ。よろしくお願いします。お願いします。怖い放送ってコメント来てますけど。怖い放送でもいいですね。そんなあの怖い放送。さらに寒くなります。怖い話いっぱいありますよ。いいよ、今日は大人の階段ということで。大人の階段ね。ぜひぜひコメントください。あ、階段とかけてるってことだ。なるほどね。今更。そういうこと。ごめん。今更。今更だけ。なるほどね。あ、ごめん。うん、今気づいちゃった。いやそりゃそうでしょ。言わんか、言わねえよ。大丈夫みんな。いや、い、もう二人ともおかしいぞ。一人右脳しかないから。めっちゃ頭いいさ。感覚のみで。めっちゃ頭いいさ。感覚のみで生きてます。本能らしい、この間やったけど本能だった。シュプリームさんが座る場所が違うって。あ、え、そうだ。あ、俺多分端っこ多分珍しいですね。そうだね、今日は進行が。そうだね、一番左ですね。サンチェスさんってことで。はい。ハッチーさんもいらしてますね。今日は千葉でも氷点下の冷え込みだったよ。そう、雪降ってましたよね、東京は。すごいね。無理無理無理。なんか地面も凍っちゃって。そうそうそう、事故も多いしね。気をつけてくださいよ。雪の結晶、ツイッターで回ってたんですけど、綺麗でしたね、あの形が。あれ本当に穴なるのらしいよ。見えるの？目で。目で。本当に見える。マジ？あれいいね、体験してみたい。沖縄ないね、そういうの。まあね、そうね。徳島行った時雪降ったの見たことあるけど、あの四国のね、バイク乗ってる時にボタボタ落ちてくるから。バイク乗りながら結晶見えるんだ。結晶は見えてない。あ、見えてない。めっちゃ目いいさ。超目いいやん。階段登ってないからね、それ。関係ないよ。あと、しおとさんも、ひとみさん、キャッツアイの舞台お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます、ご来場。あれ受けたな。なんでタイツのままあの喫茶店いるのかなと思って、ずっと。そこ守ら、そこはちゃんと私服でしてよって思ったけど、まあ時間的に無理なの分かってるんですけど、バレるさ警察の人来たら、そうんって思って。丸分かり。そうなんですよね。まあしょうがないですけどね。その辺は稽古でも話してました。あれこれ捕まるでしょって。面白かったですね。ほっかむりかぶ。見てないね、見てないね。面白かった。猫出てないよ。猫出てないよ。そしてシュプリームさん、選手と違い元気とやる気のない高見。うるさいわ。パーマかかってるからな。うん。あんまり全部曲がってる。心も曲がってるって、うるさいよ。ということで、エビック紹介いきましょうか。はい。お願いします。はい。沈黙。大丈夫、大丈夫。大丈夫か。事故だ。はい、じゃあ、今週もうちわんの紹介いってみましょうか。はい。はい。今回はですね、ひとみんファン。必見でございます。必見の。あれだ。どれだ。わかんないですけど。うん。あのね、今回ね、あれだ、滑り台、あれだ、どうした、邪魔してないんでね、どうした、邪魔しないで、急に来たね、いつも邪魔してる、いつもこんなんですからね、いつもこんなんですよ、そっか、スポンサーさんですから、行きましょう、じゃん、行きましょう、で、ね、石造りの滑り台だったかな、はかりに行きまして、で、まあまあ、いつもの通り、ひとみんが滑るわけですよ、そこで、ひとみんの、お尻がね汚れちゃう尻会でございます。はい、はい、ケツの会、ケツの会、洗った方がいいよ。それをね、あのね、合間合間でうちの音声のだるま、はい、だるまさんが
演技指導というか変な演技指導ありますよね。そうそうそう、彼のこだわりがあるんで、そうそうそう、すごいテンション上がってたんですよね、うん、しつつ、なんだろう、知ってるんですけど、やつはすげえな、うん、脱がし屋になれるぜ。上手でした、うん、脱がすのが、うんうん、なんかすごくね、テンション上がる。じゃあめくってみようかみたいな、うん、で隠してもうダメでダメダメよダメダメからのもう一回ペロンみたいな私別にそのペロンとかするつもりなかったんですけど、うんうん、あの後ろでね、だるまさんが演出してるんですよ、うん、それについつい乗ってしまって、あの私、うん、役者のね、はいはい、あの、いつもの感じが騙しが出ちゃったわけね。ついついペロンってやったらもう実際にペロンって実際出したの、ケツ実際ペロンってやった。どこまで出したのそれ見ての私、ね、やばいだろこれやばい回だろ。ぜひぜひ、9時、30分土曜日ご覧ください。朝からやることですか。朝っすよ一応出てなかったらクレーム言っていいですか。クレーム言いますよ。これ出てないんですけど、この前振りでお尻出てなかったら俺どっかで言っていいですか。出てます、出てないですけど、どっかで出てますね。今日瞳に出てないですけどどこに出てるんですか。あ、シュプリームさんがだるまさんって盗撮魔のって。そうです、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 うん、やつです、うん、そうひどいけど大丈夫で、スマスマは今週ありますか見てみてください。はい、はい、はい、じゃあどんなトーンだよ曲いきましょう。何すか。まあこれもド定番です。ド定番 H2O の思い出がいっぱい、思い出がいっぱい、見てください。お願いします。はい、確かにね。だるまさん知ってる人いるかな。あー鼻水。スタッフさんでいるんですけどね、すごい絵に描きやすそうな T シャツにしたら売れそうな顔をしてます、うん、だるまさん、だるまさんの顔の置物があったら買うでしょ。欲しくない、ソフビだるまの顔だけのソフビあの今のさっきのメンバーのだるまさんの、うん、そうだるまさん、いらないわそう、俺超いる。なんかあの転ばのやつだったらいい。いや、なんかセットシリロンとかのそうそう、出てくるあれ頭みたいな、こうおいあ、シュートさん、私も出ますよ、それ琉球トノーマナイト。あ、出るの、うん、幽霊役出てます、うん、あのサーファーの役をやったやつ、ゆうきさんがサーファー、あれは違うやつか、あれは別の短編映画。あ、そうなんですか、うん、あ、そんなのあったんだ、うん、そう、なんかインスタ見てたらね。うーん、何の役なの。サーファー、あ、ポスターや撮影、ポスター役なんだ。ポス、違う、ポスター撮影のやつかなめっちゃすごいですよ。あ、幽霊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 役なんだ。がっつりがっつり幽霊、メインの幽霊っていうの、何て言うの、メインの幽霊、なんかエキストラじゃないよ、ちゃんと、うんうん、ちゃんと驚かしてるよ。はい、なるほど。ツイッターのやり取り何なのバナナで釘打ってるの、打てませんってやつ。寒いから、あ、はいはい、寒すぎてってことラッチャンさんがなんか、あ、そっか、あれか北海道なんだ。あ、はあ、はあ、はあ、北海道マイナス18度。あのコマーシャルのは何度まで、マイナス4、50いってんじゃないですか、多分20はいってんじゃないですか。あ、25ですよ。すごいな、北海道とか無理くない、このマイナスとか無理じゃん。まあでもクラスはね、多分相当大変だろうけど。でも結構さ、うん、意外と暖かいっていう、なんか、外行くのはみんな厚着してるけど、うん、中は建物は、ね、暖かいから暖かいって言ってた、沖縄の方が寒いって言ってた、うん、マジな、風が強いから沖縄って。あ、確かに風が強いね、体感温度が寒い。これだけなんですよね、本当に沖縄って気温はそんな低くないじゃないですか。セーターとか絶対あの間に合う。今曲流れてる間にちょっと3人こっちのメンバーでの大人になった瞬間、はい、言いましょうよ。なった瞬間大人になった、まあ、ジャパナさんが大人の階段登ったやつ。ちょっと、うん、俺普通のこと言っていいですか。ああ、全然いいよ。俺高校生見て、うん、子供だなって思って。あ、わかるわかる。あ、かわいいな、なんかかわいいなとかじゃなくて、言われてみれば子供っていうか、なんか分かる、高校生ってなんか元気だなっていうか、若いなってなんか思った時に、いろんなスポーツ選手とか、なんか急にあれなんか、はいはいはい、ちょっと違う、確実になんか登った感じがしたんですけど、ちょっと別のなんか、確かに実感するっていうことでしょ、うん、今高校生見たら全然もう、うん、だって18とか17って全然子供じゃないじゃないですか、もう大人入ってるじゃないですか、うんうんうん、なのに全然なんかやっぱり
年齢が違うからなのか。ガキと思うね。うん、なんかキャップキャップしてるっていうか、なんか、なんかすごいなって。絶対付き合うとか無理だなって思ったから。ああ、味も全然、もうやっぱ子供に。ほら、いけるな。え、ほらほら、違う、30、ほらほら、いけるぞ。なんか中学生のヤンキーが怖くないと。うん、わかる。私、中学校の時、ヤンキーグループ怖くて、ダメだったんだけど、コーパチ沿いのさ、あの、そろそろヤンキーが並んで座ってるので、並ぶように CM 行って、大丈夫。はい、コマーシャルの後もまだまだ続きます。あれが、うん、お猿さんに見えたの、みんな。お猿がなんか群れてキャキャやってるみたいな。そうそうそう、キャキャやってるのしか見えなくて、可愛かったわけ、うん、その時に、あ、私大人になったんだと思った。おー、でもその子が、あ、お金ってきたらでも払います。払わないよ。払わんだろ。タバコ買ってくださいって言われた時も普通に断れたから。うん、そうね、うん、絶対それ前だったら断れないもんね。これチップあるのって聞く。プラスアルファ俺にくれるのって。だから俺は買いに行くわ。あなた聞かれないよ絶対。まず聞かれんけど。聞かれるわけないで、今日会って俺ちょうど大人になったなと思った瞬間。お、今日ちょうど面接行ったんですよ、うん、ちょっとスタバでチャイティーでも買おうと思って、うん、でジロードはウィンって入って、うん、目の前小学生の女の子2人が歩いてたわけ、うん、でまあチャイティー買う前にちょっとビレバン行ってフリーペーパー取ってこうと思ってビレバー方向に歩いたんだけど、うん、その子たちも同じ方向だったわけ。じゃあその子たち俺見て逃げ出してから、うん、不審者が来たんだ。俺不審者になったんだって思った。いや違うわ。何しよ。ちょっとショックだった本当に。今エビックナンバー、ちょっと上半身、エビックナンバー、ちょっとビレバーに行こうとかだけなんだよ。エビックナンバー3、下半身3人揃ってサンチェス、エビックのエビックイラジオ。皆さんこんばんは。 79.7 メガヘルツでお送りしておりますエビックのエビックラディオ。今日のテーマ、大人の階段登っちゃった。はい、なんすか大人の階段って。いろんな瞬間があると思うんですけれども、うん、高見、大人の階段ですか。そうです。あのね、ちょっといっぱい書いてきたんですよ実は。大人の階段登った瞬間を。大人の階段登ったっていうか、大人になって気づくこととか気にすること、うん、さっき CM 中で話したのは、うん、やっぱちょっと高校生とか見て、うん、やっぱちょっと子供だなっていうか、うん、もうなんかこう見てしまったりとかもあるんですけど、うん、あとスポーツとか、うん、テレビ見てるときに、はいはい、もう見てる人たちがみんな自分より年下。わかるわかる。確かに横綱とかが、あと高校野球とかも全部下じゃないですか、うん、出てる活躍するスポーツ選手とか、うん、あと出てるアイドルとか俳優さんとか、うん、もう年全然年下で、なんかもう、うん、同世代が頑張ってるとかじゃなくて、うん、もうなんかおっさんだなと思って。なんかそれ以上最近思うね本当に。ひしひしと、なんでこんな、もう俺らで頑張ってきたし、もうみんな中堅だなと思って。な、そういえば今そういうの感じたら40、50になったらどうなるんだろうね、うん、まあもう子供とかの話になるんですか、うんうん、そろそろ俺の人生も終わりかって思うのかな。いや、そだってそうじゃん、もう短くなってくるさ、うん、なんか寂しくない。俺はこの世に何を残せたんだとか、はいはい、今後何をしていったらいいのかとか、もっと何か後世に伝えられるものはないかとか、うん、そういうの考えちゃうわけ、うん、あ、でもなんかそういうあの目線は変わるよね多分、うん。大人の階段登った後は何があるの？滑り台があるの？いや俺は本当にそう思ってます。いやどうなんだろうね、多分滑り落ちるだけでしょね。登り着いたらスーってなんか地獄に行くのか、なんかエスカレーターみたいなさらにウィーンって天国に行くのか、なんか何があるんだろうって。多分一旦後ろ見ると思いますよ、どれだけ登ったか振り返って、どれだけ階段登ったのかなって一旦多分振り返るんじゃないですかね。まずは4000定期登ってるよ。知らんよ。振り返りわかる。今、うん、私ちょっと、うん、ある振り返りが、振り返り、なんかさ、この景色を見てるときに、うん、今までの私のなんかこの人生を振り返ったりとかする、うんうんうん、風景見ながら、なんか不思議な感じになったりします、うんうん、これからをどうしようかな、なんか頑張ろうっていう気になったりとかする。うん、確かにね、うん、あるあるある。ね、今日もあったな、保険、俺今日入ろうと思って、うん、保険料が25,000円だったわけ。まあ、ちょっと積み立てとかもあったんだけど、はいはい、その話してて、うん、まだ見ぬ未来のために俺はこんなに保険料を払って、うん、今の生活を苦しくしてフィギュアを買うのを我慢するのか、うん、保険料を下げて今を楽しんで、うん、ある程度の
保険で生きていった方がいいのかなと思った時に、うん、あ、大人階段登ってんなと思った、はい、こういう話してるって思った時点で、うん、やっぱ子供はそういう話しないさ、はい、65歳のことまで考えて保険の話するから、うん、なんか俺わけわからなくなってきて途中で、うん、お家に帰りたくなってきて、なんでよちょっと持ち帰っていいですかって、言わんでしょ、本当で、メイン室に行ったわけとりあえずビレバン行こうと思って、子供さん現実逃避現実逃避したすぐ受ける、サウロン兄さんが真面目な番組かツッコミが入ってます一応保険は大事ですからね、本当にいいわ、どうしようかなって、本当に保険ね、保険大事だよ、大事だと思う、ナチュミさんもいらしてますよ、あ、ナチュミさんこんばんは、あ、あとメール来てるから読まないと、そうだよ、そうだよ、今日45通来てるから読めるかな、今日なんかあれですね、メールが、うん、なんかゴミ箱に行ったら迷惑メールに行ってたりしてますねちょっと待ってやめて、はい、ちょっと読みましょうね、いきますよ、はい、どうぞ、びっくりネームほっぺさん、ありがとうます、ぴょぴょ、皆さんこんばんは、先週のうちは見ましたよ、はい、最後にご本人登場するのかなってくらい安らぎさんの話掘り下げてましたねさて今週のテーマ、大人の階段、階段を登ってるってことになるのか、大人になって子供の頃と考え方が変わったなってことがあります、例えばサーカスを見に行った時、子どもの頃はシンプルにかっこいいとかワクワクドキドキだったのに、大人になった今、シマウマとライオンであんなに体格差があるとそれは食べられちゃうよねとか、ゲイで二足歩行しているゾウを見て、あの体重を二本足で支えるなんて関節は大丈夫なんだろうかなどなど、単純に僕の考え方が特殊なだけかなって、多分ちょっと客観的に見るよね、ちょっとね、ちょっと遠くでね、そうね、こう俯瞰で見てスタンドの気持ちになれるんだよね、あのジョジョで言えばちょっと上からちょっとパッてね、客観的に見れるような感じになれるんだはずね、ジョジョで見てるの、まあ、ジョータロウが自分で大人になったらスタンドみたいな、その上は天国だよ、天国残り少ない人生を皆さん楽しんでますか、保険入ってね、しっかり保険に入ってますか、皆さん頑張ってください、勧誘されるか、さよなら、はいはいじゃないけど、ネタ確かにこういうの感じるよねあるある、目線が変わるっていう、ね、目線変わるよね、私ドラマとか映画とかそういうの見てるときに、うん、注目する人物が変わってきてて、この間後ろのエキストラさんとかではない、まあ、それもあるけど、うん、なんかストーリーメインストーリーじゃない、うん、別のこの脇役の人たちの、はいはい、味のある人たちいるじゃん、うん、そういうところに共感したりとかし始めたときに、うん、大人になってのこの何ていうのかな、捉え方が変わったんだな、うん、分かる分かる、君の名は見た時思った、うん、あ思った、うん、どう思った、メインの二人の話じゃなくて、うん、ほらあ小野寺じゃなかった、奥寺さん、奥寺先輩、先輩だった、あの女性の、ほら、うん、分かりますよ、ね、分かるでしょ、言いたいこと、分かる分かる、あの二人がね、苦しさ、切なさ、うん、あ切ないあの人の気持ちが理解できた時あ変わったと思った、ね、大人の階段登った後なのか分からんけど、超最近だけどね、あの四ツ谷の階段の上でね二人分かれる時に一瞬だけ指がパッて見えるさ、うん、あそこまであの瞬間なんかちょっと寂しいな、滝君の気持ちだったらちょっと寂しさもあるのかなって思いつつ、ああ興奮するの君の名はええの、最近だけじゃなくてもちょくちょくそういうのがあって、そうなんだね、あ面白いなって思った、まあね、大人になるって、うんうんうん、そう、へー、俺何をしたんだろう完全に今言うの吹っ飛んだら君の名はで吹っ飛んでしまった何をやってたんだろう、まあなんかもうその方向でいくと、うん、もうやっぱちょっと下ネタの話になっちゃうからちょっとあれなんでじゃなくて、も俺もなんか普通にそういうのを見ても冷静に見てるなっていう、うん、冷静に見ちゃうんだ、経験っていうかこういっぱいこう例えばね、そういうものを見てると冷静に分析して見てるっていう、はいはい、あ何この設定みたいな、そうそうそう、はいはい、なるほどね、時間が止まるってなんだ、いやいや、なんで学生役がおっさんだわ、そうまあまあまあなんでよ、それはあるな、タイムストップ、なんでっていや、それは捕まるけどさそれはそのままやったら俺あれから涙もろくなった、えめちゃくちゃ涙もろくなった、昔は全然そういうなんか感動系の再現ドラマとか、うん、そういうの見てもほーんぐらいだったんだけど、うん、最近もあのスカットジャパンとかでも、うん、いいこと言ってくれる上司を見るだけでもうなんかうるってきちゃうわけなんか俺弱ーみたいな、先生さん頑張れ、まるちゃんでもなくし、ちびまる子ちゃんとかでそのおじいちゃんと、わかる、お母さんとかとやり取りしてるさ、うん、親の気持ちがわからないまるちゃんとか、うん、そういうの見て親の気持ち考えてちょっとうるってきちゃったりとか、なんか俺ダメだわけ最近、おじさんやん、違うわ違う、なんか本当にダメだわけ、子供いないけどさ俺、あでもさなんかわかる、じゃあさあれわかる、あの積水ハウス、積水ハウス、はい、積水ハウスの CM、 積水ハウス1、2、3、あれ見て私毎回涙くむ、 CM いいよね、あの曲
So sweet, so happy. やめてくれ。やめてくれ。あ、やめてくれ。なんだろう。あれいいよね。あれ、ね。あれもいい。リリー・フランキーさんと、うん、あわかりませんの CM、二人夫婦の。夫婦の。あ、すみません、マイクが。興奮してる。あれもなんか泣けるんだよな。あ、いいね、あれ。夫婦っていいなって。結婚してないけど。全然出てこない。全然結婚してないけど。そういうのいいなって思う。でもわかるわかる。なんか憧れなんだよね、多分。そういうの。いいねー、うん、あー今でもこの話しただけでも涙ぐんでる、ちょっとほっこりしてるねいい番組か。今日あっては明治の近くで、うん、なんかすごい大人の階段登ってる2人が歩いてたわけ、はい、男の子2人が楽しそうに手つないで、うん、ふふってそっち系の2人が高校生だよ、うん、2人手つないで歩いてるの見て、あ、階段登ってんなこいつらはなんでなんでなんで、だってこんなのあんまりないさ、うん、普通わかります、カップルじゃないですか、吊るし上げた、うん、男性と女性じゃないですか、うん、で、二人手繋いでるの分かりますよ、うん、男の子二人で、うん、手繋いで歩いてるのもなんか時代だなと思った、あなんかいいなと思ったもん、まあね、確かにね、オープンにしててすげえいいなと思った、うん、なるほどね、今も認められてますから、ね、うん、ちょっとうるってきたけど、あうるってきたのよく分からんけど情緒がよく分からないけどちょっとうるってきたけど本当に、うん、続きまして、はい、びっくりネームてるるさんから、はい、ありがとうございます。ぴょ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 。エイビックのスタッフさん、はい、今日はメールもツイートもないけど大丈夫？そうなんですよね。みんなインフルなの？どうしたの？心配しているてるるですよ。今日みんな親指なかったんだよね。携帯打ち込みできなかったんだよ、ね。おかしいだろ。親指がなかったから今日。あら、ないっつって。打ち込みがね、ちょっと、うん、心配なメールが来てる、じゃあこっちで読みましょうね。うん、はい。ラジオネーム進撃のめいちゃん、ありがとうございます。ポポ。エイビックのびっくりラジオの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。 SO よりも MO のめいちゃんです。 MO？ これあ、だからこれあれだったのね、普通のメールに言ってないのね、内容があれだな、どかな大人な内容だな。あ、そうなの。なるほどね。あ、はいはい。今好きな AV 女優さんは今好きな AV 女優、アスカキララさんです。あ、アスカキララさんといえば三輪山崎のね、うん、画像を添付させていただきます。この階段にどこにあるの、どこ、どれ、どこに画像あるの、キララさんの、どこどこ、どこにある、あこれですね、どこないけど、だからあのさっき言ったみたいに、うん、別のところに行ってます。なん、用意周到だな、これ。ほんとだ、迷惑メールに来てる、見てその画像、ね、姉ちゃんさん迷惑メールに来てる、内容がちょっとそういう内容なんでそっちに行ってるのかもしれません。そっか、だって写真いかが見たい、すげえモザイク入ってた。モザイクって振ったら消えるって知ってた。嘘だ。え、これモザイク入ってるの？ごめんなさい、入ってるでしょ。本当本当。今許さかったよね絶対。全身これ映った。だからか。見たかったな。全身映ってる。振ってみて、ひとみ。なんかひとみごめんね。ツイッターに毒吐かないでね。では大人の階段。大人の階段を登ったのはお酒の頻度。うん、月1、週1に登り始めてる、うん、来週から1ヶ月の間お仕事の有給休暇に入るので、うん、飲みすぎないように気をつけます。皆さんも適正飲酒に心がけましょうね。では楽しく聞かせていただきます。気をつけてください、うん、適正飲酒心がけてください皆さん、はい、飲酒では絶対ダメですからね、うん、じゃないと飲んで二日酔いで舞台に行けないとかなりますから、うん、いや客さん行ってないからね言える立場、本当に行きたかったんですよ本当に自己弁護か、うん、ずっと気持ち悪いって言ってた俺一人で。どういわ。かわいそうに一人でお家でしじみ汁飲んで。そうなの？寂しかった。あで、あ、うん、なるほどね。それでメールがね来てなかった。画像のせいね。画像のせいだね。そういうことね。めいちゃんさん、ね。あのモザイクは誰がかけてるの？G メール側がかけてるの？めいちゃんさんがかけてる。めいちゃんさんがもう自分でやってくれたんだ。うん、そこは自主規制でしょ。ありがとうございます。そこは外していただきたかった。すごいね。こうやって振り分けられるんだ勝手に。ね、そうね。いやだからなんでかなって思ったら、うん、そうなってたからびっくりした。そういうことか。なちみさんの呼んで。あ、なちみさんから大人の階段について届いております、うん、ありがとうございます。ポポポ。社会人になって初めての失敗、うん、先輩からの一言、初めてなんだから仕方ないって言い訳は大人の世界じゃ通じないからね。厳しい。もっと責任感じながらやってちょうだい。ショック受けた反面、何やってんだ私って思ったその時、一段登ったな、そう思えた日でした。日でした、まあ、俺的にはこれは全然ですけど、ね、うん、初めてだからこそ、うん、分からないこともあるよ、うんうん、だからこそフォローするのが大人じゃないかなって俺は思いますけど、ね、っていうすごい真面目な、うん、なちみさんそう思える自体俺は大人だなと思うけど、うん、俺だってうるせえと思うから、うん、できるわけねえだろうって、うん、そう、あなた、その人も初めての時はできなかったはずですから、そうだよ、うん、っていう、そこは大事だ、ね、ちょっと
こんなこと言うあれじゃない番組じゃないけど、ちょっとなぜか聞いてて、なんでもすごいね、なんかしっかりしないとって思ったんだろうね。ね、一段登れたんでしょ。俺だったらもう2段ぐらい降りるから、うん、降りてもふざけんなよってなるから。2段降りるの？降りるわ、降りてやるわ。俺は登って2段降りてやるわ。登ってよ、降りて振り向いて降りてくるの。そうそうそう、知らねえよ、初めてなんだからよって。すげえひねくれてるけど、まあなんかまあいろいろあるんでしょうね。うん、でもだから次逆にね、そういう立場の後輩になったらこうフォローしてあげるっていう、反面教師にしたらどうかなって。そう、ね、できるってことだよ ね、うん、ね、それはもう逆だと思う。でも教えるって結構むずくない？難しいですね。忘れちゃうからね、なんか難しいよね、人に伝えるってことは。うん、うん、それができてちゃんと一人前かなって思うね。うん、だからなんか教える段階でも自分も勉強してるじゃないですか。 そうそうそう、うん、それがだん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 後輩に伝わっていければ、うん、いい世の中ができると思います。うん、お、いいこと言った。はい、真面目って楽しくないね。この番組に合わないね。合わないな。するぐらい気持ち悪い。真面目な番組か。やっぱり下ネタがいいのかな。スプリームさん来た。エロい画像を添付したら、うん、迷惑メールに入るのか。自分の裸を添付してみようかなって。お願いします、ぜひお願いします。奥さんの、奥さんのお願いします。奥さんのお願いします。奥さんの超絶そんなのをさ、送ってきたら私びっくりするけど。シュプリームさん、シュプリームさん、ゆうちょに振り込みますんで。お願いします。商売するの、怖いな。あっちーさんもいらしてますね。こんばんは。こんばんは、皆さん元気ですか。今日何度だ。ん、あ、すいませんね。他にメール来てます。他にメール、他にいっぱい来てますよ。いつ来てる。あと35通来てますね。多いな。あ、来ててる。うん、来てる。今なんか来ててる。来ててる。赤ちゃんみたいだった。うるせえ。じゃあ恥ずかしい今なんか。読めますメール。間埋めます？はいはい、私かな。はい。これは、びっくりネームシュプリームさんからありがとうございます。ポポ。最近大忙しの瞳、うん、パンチドランカーで先週休んだ S さん。パンチドランカーね。おかしいよ。パンクドランカーズね。本当にドランカーズでしたからね、その日は。それはボクサーだよ。うん、先週は、一人息を吐いた T さん。うん、俺ね、うん、疲れてないよ。元気ないからって。先週は風邪を押してツイキャスに移りに来た、うん、B さん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、名前書いてるの私だけだったんだ。初めてスマホゲームにハマった、うん、小室哲哉です。ない、どういうことだ。引退しないでー。しかも本当に引退しないでください。徹夜の時間ダメっすよ。徹夜はあの徹夜ですね。うん、寝ない徹夜。麻雀のラジオで伝わらないからね。あ、はい、これ個室？違う違う違う、個室に入ってる徹夜してる人ってこと。違うでしょ。違うわ。違うか。いや、小室哲哉をいじったの。TK の方をいじったの。小室を。個室ってないよ、さっきの。個室で何してんの。いや、そこもひねった方がいいのかなって思っちゃった。ちょっと。ああ、鼻水。存じてるな、鼻水。ね、それ存じてる。東京は先日の大雪以降、うん、毎日冷蔵庫の中にいるような寒さで、そうだな、これはなんていうもの、稲荷です。稲荷さん、ね、稲荷は縮み上がりシワシワです。だいたいシワシワだよ。意味わかった今の。分かる。稲荷ってわかる？は？稲荷ってわかる？稲荷寿司でしょ？違う違う、これ男の稲荷。男の稲荷。汚い。パンパンやな。パンパンやな、おい。食べ物を粗末にするんじゃない、そんな扱い方して。寒さで縮み上がってるわ。パンパンやな。本日のお題、大人の階段。もとい、大人の階段、ね、いや、ラジオだから伝わらないよ。本当に何回も言うけど、小室哲哉しかり、怖いやつね。読み方間違ったかなと思っちゃった。私、うん、イントネーションね。最近ナウでヤングな街、うん、原宿のど真ん中にある東急プラザ表参道の6階にある、うん、テラス、これなんていうの、おもはらの森、トーバルじゃない、違うわ、トーバルか。それすいません、ね、東京だから。そうだね。おもはらの森で、うん、何併設されている大丈夫か。大丈夫。これ私、高見呼んで。わかりました。併設されているスタバの全国3店舗限定のスイーツを食べながら、何ですと、嫌いなコーヒーをすすり飲むことにハマっており、嫌いなんだ。禁断の大人の階段を一歩上がってしまったなと思う今日この頃です。あ、嫌いなコーヒーよね。コーヒーよね。コーヒーよね。しかも一人マクドも吉牛をしばくこともできない私、自分がたくさんのリア充カップルがイチャイチャする中、一人でコーシーをすするなんて、なんか変なんだな、コーシーって。ちょっとなんか変だぞ。一気になんか、つい先日までは想像もできないことです。先日まで、先日まで。本当に最近なの。どういうこと。ひとみんもその他の野郎の皆さんも、こら
イケてる大人が集まるおもはらの森にぜひ足を運んでみてください。行ってみたい。あ、写真添付されてます。ああいいね。え、めっちゃおしゃれ。なにこれ、原宿館、ヨーロッパみたい。いや寒そうだな、こんな外で飲むの。すげえ美味しそう。すげえ、ここであったかいコーヒーを飲んで。これ奥さん、これホットかな、アイスだよね絶対。奥さんの画像がない。奥さんの画像がない。あー綺麗、夜すごい、綺麗でしょ、綺麗、綺麗でしょ。写真うまい。これが桃春の森、知らんでしょあんた。今日したでしょ。これが桃春の森ですよ。桃春ね、桃春ね、桃春の森ですよ。桃尻、桃尻ちょっと見して。ちょっと見して。それあれで見るから。あ、うちな、うちな、うちな。今週のね、そうそうそう、今週で見てください。今週ね。はい、見えなかったら、おい。俺が初めて風俗行った時の話だっけ？いいね。あ、いいね。いいよね。急に。いいね。本当その話をしたかった俺は。だってそうさ。だってそうじゃん。自分で電話して呼ぶんだよ、ピザみたいに。あ、そっちの方。そう、そっちの方ね。しかも名古屋とかでね。ま、あー。なかなかね、地理も難しいでしょ。そういう状況で自分こんなしやったら、あ、地元なんだなと思ってね。聞いてない。適当。やっぱりエロ放送だったかってなっちみさんのサオロお兄さんからもエロ番組かとツッコミが入ってます。ありがとう。もうエロ番組でよくないですか、うん、あとなちみさんから、うん、そっちの大人の階段ならいっぱいあるわよって。マジですか。なんか引き出し多そうですよね、なちみさん。ありがとうございます。ポポポ、待って、今じゃ教える立場ってなちみさんから来てますけど、ね、どういうこと。あれね、その仕事ね。今何考えてたの。だからよ、ちょっと今何を考えてたの。大人の階段、この流れだったらさ、そういう風に捉えてしまうからびっくり。あー、もういなりがね。ありがとう。いなりがね。あー、もうびっくり。サウロニさんから、コメント来てますね。自分は仕事の後輩くんに、うん、たくさんして失敗してもいいからたくさん経験しなさいってよく言ってる、うん、したらデイジ失敗する。まあいいけどさ、ルンちょっと甘えてるのかな、サウロニさんに。もしかしたらね。でも失敗したらしてもいいよって言ってくれるのだいぶ楽になるよね。うん、まあ、絶対失敗すんなよって言われたら怖いさ。怖い。バンバン失敗しようってピー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 って。ね。ピー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 っていうのは何？ピーピーピー。伝わる？え？わかんないけど。いや、モールス？いいよ。わかるか。わかるかな。キャンさんならわかりそう。キャンさんわかりそう。キャプテン。ツー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 ってね。はい、続いて。続きましてのメールいきましょうか。あ、ちょうどサウロお兄さんが。ああ、お兄さん。どれ？あ、今来たメールね。一番上です。はい。エロネームサウロ兄さんからありがとうございます。ポポポ。よい子のみんな、こんばんは。サウロ兄さんだよ。ルン。誰？こんなとこに豆落としたのは。うん、俺は鬼じゃないっつーの。あは。わからんわ。豆？今日のテーマは大人の階段ね。あ、節分ね。絶対エロいことを言うと思ってるでしょう。うん、今日は言わないよ。言わないからな。おっぱい終わり。エコーしてるし。用意周到だな。あ、ひとみんは読まないでね。男に読ませてね。これをひとみんに普通に読ます俺たちっていうね。読んでしまったよ。あ、でもおっぱいはね、おっぱいぐらいいいんじゃないですか。全然いいでしょ。おっぱいは世界を救う。どんな気持ち、おっぱいついてて。すごい面白い。どういう心境ですか、その2つ抱えてるじゃないですか。いいじゃない、いいじゃない。待って、高みがテンション上がる意味が分からないんだけど。めっちゃ面白い質問だよ。だって男性には分からないでしょ。おっぱい持ってる気持ちいい。心境はどうかな。びっくりした今、確信をつけました。どういう心境でその普段生活してるのかな。考えたこともないよね。だって考えたことある絶対ね。当たり前のようになるから。高みが超興奮してる。暴れ痛い。絶対考えてこないでしょ。だってそうじゃん、だって普段思うわけさ。学術的に答えて。そうそうそう、マジでリアルにちゃんとよ、これはやっぱ重い、重い。でもさ、それあの大人の階段につながるんだけど。でしょ、つながるでしょ。私ちっちゃい時さ、うん、あのおっぱい欲しいと思ってったことがあったわけ。うん、こう。テレビでおっぱいが出てよくあったさ、サスペンスドラマとかで。あー、ちょっと婚約とかちょっと。そう、今はないけど、おっぱいポロンってあったさ、はいはい、あれ見て自分にはないものがあって。なるほどね。とっても憧れたことがあったわけ。で、大人になったらいつか できるんだろうって思って、うん、で、それも忘れた頃にいつの間にか膨らんでるわけさね、うんうん、ああ、そうですよね。膨らんでるの見て、はって思い出して、うんうん、欲しかったものが今目の前にあるみたいな。やったみたいな、うん、大人だって思った。クリスマスみたいな。いや、サンタさんありがとう。プレゼント。ジングルベー、病院行ったね。シャン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 ってシャンシャンシャンってきた。高みのテンションの上がり方がシャンシャンシャンってきたの。おかしいでしょ。ウーマンが来たの。サンタウーマンが走るたびにね、シャン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 ってなって、かけすぎておかしくなってるこれ。そんなもの。
あったあったあった。いやでも嬉しかったね。嬉しかったんだやっぱり、うん。ブラジャー初めてつけた時とかも嬉しかった。うんうんうん、あまあでもそれが多分大人の瞬間の一つですよね。瞬間の一つだ、ね。大人になったなって、うん。女の子の方が早いからね階段登るのはね。そうですよね。そうだね。うん、体もでかかったさ。小6の時チャークルされだったさ。この野郎この野郎って。サンチェスさんが。でも男は逆にないですもんね。パンツずっとつけてますしね。ねブリーフかトランクスかボクサーかみたいな。ああ変化があるんだ。そうそうそう。いや、いつまでブリーフ履いてればみたいな、うん、毛が生えるか毛かあそれもあるね毛かね、うん、毛かもしれんねあー、末っ子がね、うん、あの生えたっつって見せてきた時はあー、大人になったなんか、ぶち階段登ってショリ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 可愛かったよ早いよってブラジル、ブラジルまだ早いよなんでこれ出しなかったんだ, だまだメールありそうだけどまだメールあるよあるの一旦CM いきますいや俺こんなメール編じゃなくてリアルにまあもうしょうがないねはい一旦CM でーすはーいあ俺サンチェスさん相当すごい質問しました倫理的な感じでした愛とは何ですかみたいな、はいはい、同じでしたいけるあそれに近い 感覚があったんだ当たり前のあるおっぱいについてっていうこのなんか俺らにはね、ないからやっぱりねえ、めいちゃんさんのなんで見れなかったのかなリクエスト今送ったけどなって今はもう遅いですよさっきも来週見ましたね先週と、うん、先週も送ったらしいですあ、そうなんだ先週ほっぺさんのかけたんだよ、そういえばあ、そっかそっか、うん、で、来週ですね来週ごめんなさい来週送ります、うん、すいませんあ、チュミンさんびっくりした今日そう、野郎にもあるだろうって言うけどやっぱ違うんですよ、その膨らみとかねで男に関しては成長過程分からないですよね、うん、女の人みたいに急に大きくなったじゃなくて、ね、分からないよねあ、むけたそこポッていっちゃうそれしかない声じゃん声 CM 中だからな声があるとかねびっくりした今日のテーマびっくりですねいきなり終わるっていうねいやもうさっきの音楽で分かったと思いますけどもうエンディングの時間が来てしまいましたねはい今日もメッセージたくさんありがとうございましたはいこの番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 ABIC 片枠解体に小さな革命解体リングの株式会社条件以上各社の提供でお送りしましたさあ今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です、yes. 今週のびっくり賞は何ですかドルルルルルルじゃんじゃんナチュミンさんです おめでとうございます久々ですね、まあ、面白かったというよりも、ね、あの先輩のそういう理不尽な、うん、方に対してもしても階段を登れるこっち大人な対応するってやつね頑張ろうとするごめんなさいねごめんな降りて2段降りてごめんなさい2段降りて殴るって意味が最悪だ2段降りていいぐらいの高さで殴るってめっちゃ共感しましためっちゃ下に見てるさその先輩おめでとうございますありがとうございますあのプレゼント、はい、ABIC D シールをお送りしたいので、はいご希望であればそうですねメールアドレスにお名前、住所、はい、書いて送ってください すげえ丁寧、ひとみえなんか丁寧丁寧ですよ、いつもすごい丁寧に聞こえたはい、メールアドレスは、はい、avic@fmginowan.com、はい、全部小文字で avic@fmginowan.com ですお願いしますお願いしますそして視聴者プレゼントも今週もビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたしております、うん、希望の方は、懸命にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってくださいお願いします、はい、そして次回のテーマのお時間です呼んでみましょうやっぱりラッパリー、カモンこんばんはやっぱりピラミッドだよあれヤッピーだナマステファラオ知らないのが出てきたのにナマステファラオナマステこれナマステどうすればいいのこれちょこれは横から弾いてくださいあ横から何を弾けばいいのこれお願いしますはいあ、財布が出てきましたね財布最新のテーマはお財布ですあー視聴者プレゼントだね待って、いくら入ってるのかなこれ結構入ってますあ、そうなんだしかも可愛いお財布ありがとう最新のテーマ匂い臭匂いスメル匂いについて送ってきてくださいあ、匂い匂いですはいピラミッドの匂い嗅いだことありますかないなないね嗅いでみたいですかうん、いいですいや、特に来週お楽しみにはいでは、バイファラをバイファーさよならはい、ということでやっぱりピラミッドさんが本日はね
出てきちゃいましたね。なんかやっぱりピラミッドさんいけそうよ。なんかいけるかな。いけるけどやっぱりラッパリ大事にしてる。そうだね、大事にしようね。ツイキャス見ないとわからないよね。確かにわからんな。やっぱりピラミッド、ね、やっぱりピラミッドひどかったけどね。結構かわいそうにラッパリさん。クオリティはごめんね、ラッパリごめんね今日はね。はい、ということで来週のテーマは匂い。匂い、また変なテーマこれ。なんか似たようなのなかった？何だっけ前、甘酸っぱい脇。甘酸っぱい脇好きだね。なんだこの番組は。別に食べ物とかいろいろ。でもなんか自分は好きな匂いってありますよね。他の人は好きじゃない。あるある。何ですか今の人、言いましょう。何ですか今言う匂い。あの、来週言えないはずね。トイザラス。はあ、トイザラスの匂い。お店。私ね、そうそう、おもちゃ。あの靴屋さんとか、うん、あ教科書の新品の匂いみたいな。今言うのお店。本の間とか。今言うの。遊びの匂いもいいんだよ。本の間、本の間、新しい本の間とか。ああ、こうやってめくって匂うんですね。そう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 。ああ、いいですね。そうそうそう、落ち着くのよ。どんな匂いなの。なんか告知とかないんですか。告知、告知、あ、別にないんですね。もうないね。あ、なんかあったけどな、俺あった気がするけど、なんだったっけ。トラウマナイトはいいんだ。あ、そうだ、トラウマナイト27、28日にバンターハウスだったかな、うん、で、琉球トラウマナイトというホラー映画に出ます、私。あら、劇場版ですね、うん、こちらもしお時間よろしければ、はい、見に来てください。はい、詳細がちょっと私今 手元にないので、 Facebook と Twitter の方でお知らせすると思います。、はい、ぜひチェックしてください、はい、瞳で検索お願いします。なんかさ、うん、先週くらい三尾山崎のあのすでに行ったわけ、ライブね。はいはい、行って女性陣みんながもう超ヘドバンするわけ、うん、頭を。はいはい、そしたらみんなもう髪をバーってやるから、うん、そのやった瞬間もう超いい匂いが、あ、シャンプーのいい匂いがこの箱中にも立ち込めるわけ。はい、それがすごい良かったです。感想です。すごい良かった。その後みんなこの髪を直すわけさ、うん、直すんかい。そう、そう、なんか微笑ましくて後ろから見てて、なんか良かった。来週ちょっと三輪山崎さんの話をしようかな。楽しそう。超楽しいよ。ライブ行くの、うん、最高だよ。ライブはいいよ、うん、めちゃくちゃ楽しい。絶対来た方がいいって、うん、行きたいなと思う。行きたいでしょ。行きたい、うん、おいで。三輪山崎さんの曲で共感できるのが結構あるから。結構あるでしょ、うん、男性も結構共感できるのあると思うけどな、うんうん、高見も聞いてください。はい。元気がよろしい。はい、元気がよろしい。おっぱいの話と全然いや全然テンションが違うんだけど。どうした高見、何でついてないのかな。男の人はおっぱい ね、ありはするんだよ。ある人もいるさ。うん、じゃもう終わりやん。終わりますよ。そうだよ。お送りしたのはバナとヒトミンと高見とサンチェスでした。また来週、バイセッツ。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また来週ね。あー、薬指見るね、大人になったら。なんて、鼻水存じてるな。鼻水存じてるよ。でもいません、うん、大人になったら。あー、これ結婚しようんだ。確かに。あ、分かる気がする。それある。キラッとしてたら、うんうん、耳は結婚してる番みたいな。ちょっと残念みたいな。それちょっと嫌だ。あ、閉め。あ、じゃああともう終了ボタン押していただいて。なんか全然可愛くない。あんまりコメント拾えなかったですけど、衝撃的。ありがとうございました。びっくりした。夏美さん、なんか心理をついた。心理ついたな。気に入ってんのそれ。サッチェさん、それ出てきそうです。やば、超濡れてる。なんで本当にな。来週4人揃うのかなって。来週は高見がおらっしゃらないですね。じゃあ3人ですね。3人です。おらっしゃらない。夏美さん、他人の脇が気になる。わかります。他人の脇ね。わかる、見ちゃうな。なんか週刊誌の袋もすぐ行きます。普段読まない週刊誌を買った時、大人の階段を登ったと実感。あ、読めない。もう行かなきゃいけない。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。お疲れ様です。